自民党は派閥の裏金問題を受け政策を聞いてもらうためにも信頼回復が前提だと政治改革を公約の一つ目に掲げました深いお詫びと反省のもとに新しい日本を作ってまいります国民の暮らしを間違いなく豊かにする国民を守るそういう政治を自由民主党はやってまいります 政治改革では将来的な廃止も念頭に置いた政策活動費の在り方の見直しや旧文通費の使い道の公開などを掲げています一方石破総裁がこれまで訴えてきたアジア版 NATO の創設や日米地位協定の見直しなどの政策には踏み込みませんでした選挙に勝って自身の基盤を安定させた上でこうした石破カラーの政策を推し進めたい考えです ただ、時効で過半数の議席獲得を掲げていますが、安倍派や二階派の12人が非公認となり、出馬を取りやめた人もいます。さらに30人以上の候補者が比例代表との重複立候補がない中での戦いとなります。自民党内には裏金批判だけでは国の舵取りはできない、政策論争にしないといけないという声がある一方で、議席を減らすのは目に見えている、 どこまで耐えられるかという勝負だと危機感が漂っています公認問題で党内基盤が揺らぐ中国民の支持を得て安定政権を築けるか早速正念場を迎えています